飛んでしまうかと思いました。十分すぎるほど飛んでいた。アル様、この卑しい私めをどうかもっと罵ってください。味わいたい。クロー、チャグが迫っておる。戦わねば。落ち着け。確かに致命的に絶望的に歪みに歪みまくっているが、弱とまた微弱ながらに違う。つうか俺の背中に隠れるな。いや前に押し出すな。押し付けるな。仕方ありませんね。お騒がせしました。誠さんは少々お疲れのご様子でしたので、大事を取ってもらうことにしました。そうか。はい、はじめましてです。私、瑠璃様の身の回りのお世話とオペレーターを兼任させていただいてます、ソーニャと申します。よろしくお願いしますです。ごめんなさい、誠さん、いつもは落ち着いているんだけど、たまにあんな風に感情的になってしまうんです。感情的というか、あれは病気だ。まあ、みんなちょっと変わったところはありますけど、良い人ばかりです。きっと私たちうまくやっていけると思いますよ。自分のことをポンプだの愚民だの貧乏人だの不潔だの醜悪だの下等生物だの、自分を卑下しないでくださいね。大丈夫、私たち波動財閥が偉大すぎるだけなんです。それに私たちは社会的弱者には寛容ですから、大十字さんがどんな卑しい生まれでも私たち全然気にしませんです。うん、とまあこのような具合になっておりますが、大十字様、アルアジズ様、これからもどうかよろしくお願いします。お願いされたくない。なんて気合い入れても今んとこは空振りしてるわけだが、そうそう派手な動きは起こらんよ。そもそも実体化している断片が少ないのだろう。わらわと切り離されたばかりの断片は、暴揚とした力の塊に過ぎない。
そこから自らの性質や場に渦巻く思念に合わせて形を形成していく。時間がかかるのだ。なるほど。が及ばなければ何の意味もない。まずは自らの力を、式を、術を磨くことだ。それが一番の近道となる。ああ。腹が減っては戦はできぬ。常に臨戦態勢を整えておくということで。飯。わーい、相も変わらずの傍若無人が一気に2倍と大増殖だ。ごくつぶしい、寝なし草、寄生虫、ひも、地ごろ、人間失格。だけどこれこそがクロちゃんの罠。私はこうやってダメ男に散々尽くして、いろいろと貪り尽くされて、あげく飽きられてゴミのように捨てられる予定。神様、罪深き私をどうかお許しください。よいよいよいよ。人が悦に浸っている間に妄想を加速させるな。悪いがライカさん、貧乏探偵第十次クロウはついさっきまでの話。ついに俺はしっかりとお天道様に顔向けできる真っ当な仕事を手に入れたのだ。どこまで威張ることか。ザレ事を。つうか全力で信じてね。クロウちゃん、どんなに現実が辛くても妄想に逃げちゃダメ。逃げてない。本当だっつーの。波動財閥に専属の探偵として雇われたの。ちゃんとお給料もらって働くの。いつまでも人のことを人生の落語者とか脱落者とか、生きているだけで無駄な単なる肉塊、両生動物のクソをかき集めただけの価値すらないって言いたげな、そんな蔑んだ目で見るなや。波動財閥？なんで波動財閥が出てくるの？クロウちゃんには聞いてないことがたくさんあったよね。アルちゃんのこともそうだけど。ん？いや、その…あの変な格好のこととか、ロボットのこととか。クロウちゃん、まさかまだ危険なことをやっているの？いや、そんなことは全然…何を隠す必要がある？
きりブラックローチと戦う。うわあ、欲しくなるだろうが。クロちゃん。大丈夫大丈夫、な大した仕事じゃないって。ちガールを誘拐してるぞ。クロ反対者。人さらい。うわあ、怪人赤マント。アリス、どうした？一緒に遊ばないのか？あらら、売られちまったよ。何言ってんだお前、一緒に暮らしている家族だろうが。だってアリスのやつ全然喋らないし。それにあいつなんだか気味悪いよ。気味悪い？お前もひどいこと言うな。だってあいつの近くにいるとたまに変な感じがするんだ。変な感じ？うまく言えないけど、なんか空気が違うみたいな。はあ。そうだよ。あいつ不気味だよ。ほっとこうぜ。僕はあいつ嫌だよ。何すんだよ。
あのな、仲間外れなんてみっともねえぞお前。しかもそれを正当化しやがって、感じ悪いったらありゃしねえ。苦労のわからずや、もういいよ。あっちで遊ぼうぜ。やれやれ。あらあらあら、もう仕方ないわね。あの子たちったら何回言い聞かせてもああなの。お姉さん困っちゃいます。ま、あのくらいの年頃のガキはなかなか素直になれないからな。しかも相手が女の子となりゃ特にね。それにあいつらだけじゃない、心を閉ざしているアリスンの方にも問題はある。まだ馴染めないみたいね、アリスンちゃん。せめてここだけはみんなの心安らげる場所であってほしいと思うんだけど。なんとかしてやれればいいんだが。そうね、なんとかしないといけない。私がしっかりしないと。子供が大人に甘えられない世界なんてそれだけで間違っているものね。クロちゃん。ああ。それでさっきの話の続き。うん。怒らないからちゃんと順番に詳しく事細かく正直に包み隠さず全部。お姉さんに話してごらんなさい。その…偽証罪は重罪よ。裁判長、黙秘権ぐらいは認められると思うが。黙秘しなければならない不利な事実があるんだ。その…クロ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 …もうなんだよ、うるさいな。人が考え事をしてるときに。いい加減に放たんか。うわあ、クロちゃん、ずるいわよ。また逃げて。
な、触るな、気持ち悪い。お父さん、私嫌ですよ、あんな不気味な子を引き取るなんて。なんだその目は。飯を食わせてもらってるだけありがたく思え。悪魔よ、この子には悪魔がついてるんだわ。私はライカ、今日からあなたの家族ですよ。よろしくね。父と子と精霊の御名において悪魔よ、去れ。なるほど、これはちょっと面白いかな。そんなに怯えなくてもいいよ。僕はただ君にプレゼントがしたいだけなんだ。君にこれをあげよう。その鏡はね、魔法の鏡なんだ。
昔々、遠い遠い国の女王様が持っていた鏡。その鏡なら君の願いを叶えてくれるはずだ。飯。よ、私の可愛い子供たちがクロちゃんに汚染されて。クロウ？